プレクトルードプレクトルードは、フランク王国9歳ピッピン2世の制裁。アウストラシアネウストリア9歳テウドワルドの祖母、摂政として714年からの短い期間に、権制を振るった。プレクトルードは、夫ピッピン2世の在世中から積極的に政治に、関与し、ピピン家における権力を行使していた。当時としては珍しく、ピッピン2世の出した法令には、 彼と共にプレクトルードも調印している。714年、息子のグリモワルド2世が暗殺されたため、プレクトルードは、孫にあたるテウドワルドを、ピピン家の後継者に据えた。間もなく、ピピン2世も死去し、テウドワルドは、アウストラシア救済となった。プレクトルードは、摂政として、権勢を振るう一方、その地位を守るため、ピピン2世と、 即室アルパイダの愛の子、カール・マルテルをケルンに遊兵した。現代では、当時のフランク人に副婚文化が残っていたと考え、グリモアルド2世を着出し、カール・マルテルを諸子と差別化して、捉えるのは時代錯誤的であるという説も出ている。715年、ネウストリア貴族がフリースラン島をレッドボットと同盟して、反乱を起こし、九月十六日にコンピエーニュの 戦いでプレクトルードを破った。テウドアルドは、ネウストリア救済の位を、ラガンフリドに奪われ、プレクトルードは、実家の拠点で、彼女が、ピピン家の資金を貯めていたケルンに逃れた。716年、フランク王キルペリク2世とラガンフリドは、アウストラシアに侵攻し、プレクトルードを破って、カールマルテルを解放した。その後、二人は、一旦ケルンを離れて、 別の敵を攻撃しに行った。しかし、これを後期と見たカール・マルテルは、717年に、ケルンに戻って、プレクトルードと交渉しようとしていた、キルペリクニセイとラガンフリドをパリへ追い出して、自らケルンを掌握し、プレクトルードの一頭も追い散らした。プレクトルードは、修道院に入れられ、間もなく718年に死去して同地に埋葬された。 ピッピ二世との間に二人の子を設けた。ありがとうございます。